ライドギターミュージックスクールのギター講師をやっています良一郎です。今回の動画ではししゃもの君と夏フェスのギターのイントロを解説していきたいと思います。こちらのフレーズなんですが、まず把握しておいてほしいのが E のメジャーペンタトニックスケールでできているというのをですね、把握した上でフレーズを弾くとより練習になると思います。 E のメジャーペンタトニックスケールがどこのポジションにあるかというと、こちらのポジションになります。この E のメジャーペンタトニックスケールが基本になったフレーズだというのをですね、まずは把握しておくといいと思います。ではフレーズなんですけども、まず最初にというふうに入ってきます。最初こちらの音ですね。これは4弦の9フレット。これを薬指で押さえましょう。薬指で押さえて、これをスライドで11フレットまで持ってきます。このように持ってきます。そして次は3弦に移ります。3弦の9フレットを人差し指で押さえましょう。このようになります。そして次が3弦の11フレット。これを薬指で押さえます。この3弦の11フレットを薬指で押さえたら、スライドで13フレットまで持ってきます。このようになります。そして次が3弦の11フレットに戻ってきます。これも薬指で押さえます。このようになります。で、次が3弦の9フレットを人差し指、4弦の11フレットを薬指で押さえてください。このようになります。そして次が、というふうなフレーズがきます。まず3弦の9フレットを人差し指で押さえます。で、これを薬指で3弦の11フレットハンマリングします。そして9フレットを弾いて4弦の11フレットを薬指。4弦の9フレットを人差し指。そして11フレットを弾いて3弦の9フレットを人差し指で4弦の11フレットを薬指で弾きます。頭から続けて弾いてみると、このようになります。そして次が、というふうにきます。こちらのフレーズなんですが、3弦の9フレットを人差し指、4弦の11フレットを薬指で押さえます。これを繰り返し弾きます。というふうにきます。ここが3弦の11フレットを薬指で押さえて、チョーキングをします。このようにチョーキングをします。ここはポイントとしてはしっかりね、音が上がるようにしましょう。そしてこの上げた状態で今度は2弦の12フレットを小指で押さえて音を鳴らします。このようになります。そして次がというふうに来るんですけども、ここはまた3弦の11フレットを薬で押さえてチョーキングをこう2回します。1回2回とというふうにきます。そして3弦の9フレットを人差し指で押さえて4弦の11フレットを薬指で押さえます。では頭からここまでフレーズを弾いてみたいと思います。このようになります。そして次がここは、最初と同じですね。というふうに次が来ます。ここなんですけども、3弦の9フレット弾いて4弦の11フレットを薬指で弾きます。と、2回弾きます。そして次が3弦の11フレット。これを薬指で押さえます。そして次が4弦の11フレット。これも薬指で押さえます。なので、この3弦の11フレットを弾くときは、もう4弦もこう押さえてる状態で弾くといいと思います。このような感じですね。そして次が、この音ですね。これが2弦の9フレット。これを人差し指で押さえます。次が
4弦の11フレットを薬指で押さえます。このようになります。そして次がこのようなフレーズなんですが、これはオクターブ奏法という弾き方になります。押さえ方が4弦の9フレットを人差し指、2弦の12フレットを小指で押さえます。で、この2つの音を同時に鳴らします。この2つの音というのがオクターブ違いの音なのでオクターブ奏法と言います。で、これ注意してほしいのが、この2弦と4弦だけを鳴らすので、それ以外の弦は鳴らさないようにしっかりミュートをするようにしてください。このオクターブ奏法をこのように弾きます。そして次がこのような和音がきます。この和音なんですが、先ほどのオクターブ奏法だったと思うんですが、これに1弦の11フレットの音を足しています。この1弦の11フレットはこの1弦の11フレットは薬指で押さえます。なのでオクターブ奏法を弾いた後に薬指を付け足してあげるというような感じで弾くとスムーズに弾けると思います。このような流れになります。